バターで、はい、ありがとう。ちょいとくね、ゆうすけ先生。うん、明後日の入校まで頑張ってね。ありがとう。あと冷蔵庫に入校まで持つおかず置いとくから、上から順番に食べてね。うん、ありがとう。あとさ、いつか会った頃話してた天狗の話も書いてよ。天狗か、忘れずに食べてね。うん、じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。じゃあね。順調だよ。本日昼前には仕上げ前の最終稿を送るね。はい。あ、リバーナの最終回。じゃあ予定通りランチミーティングしましょう。先生の家でいいですか？いや、締め切り前で自宅缶詰だったから外食がいいな。何食べたんですか？うなぎか寿司かそばか。うなぎと寿司は無理っす。そばだったら美味しいとこ個室で知ってるんで予約しておきますね。うん、ありがとう。もしもし。電話でごめんな。先日うちの母ちゃん亡くなったんだわ。ゆうすけのこともいつも気にかけてて、入院仲間にお前の本配りまくっとったい。家族葬でもやるから葬式の方は気にせんで、こっち来たら線香でもあげたってくれ。あきこおばさん苦しまんかったか？ああ、眼下脳までいっとったで、最後は眠るようにいってしまったわ。苦しくはなかったんじゃないかなって思うわ。そうか。通夜だけ顔出してもいいかな？うるせえな、カッパ側のまだそうよ、私がカッパなんだから、あなたはカッパとのハーフ。いつか長良川の底のカッパの里案内するわ。あ、もしもし、鮎川くん。そば屋キャンセルお願いしていいかな？ちょっと自宅でミーティングにしよう。先生、熱いの入れますね。ああ、ありがとう。お、冷蔵庫にマネージャーの手料理たくさんあるじゃないですか。食べたかったなぁ。ああ、鮎川くんいつもガツガツ食べてくれるの、あゆみさん喜んでるよ。じゃあ、会社に直帰の連絡入れとくんで、岐阜の美味しいもん教えてください。うん。それじゃ先生、出発しますね。なんかおつやに持ってけそうなもん買い出ししてから高速乗るんで。じゃあ出発します。何度も言っちゃってますけど、いよいよっすよね、リバーランド最終回。水木の親友亮がまさかのカッパの天敵鬼族、二人の間を揺れる謎女子しおりがいいんすよね。僕しおり推しなんすよね。挿絵やっていただいた小畑先生が描いたしおりのキーホルダー、カバンにつけちゃってます。もちろん自腹っすよ。あ、
書店レジ置き用しおりのアクリルスタンドは編集者特権で試作が仕事机に。オリジナルアニメ化望む声高まってきちゃってますよ。最終回の話から脱線しちゃって、ここの PA で休憩しましょう。先生、あのおばさんに会いに来ますか。カッパって呼んでいいの俺だけな。なんすかそれ。そもそもなんでカッパなんすか。出っ歯なんだよ、くちばし級の。なるほど。じゃあそれが鳥だったら、今の連載は鳥人間が飛んで旅する話になってたりして。だったらダチョウ人間と旅にするな。おば様のおかげでリバーランドの人とカッパのハーフキャラの水木の誕生っすね。感謝っすね。おばさんのおかげだな。じゃあこの作品だけじゃなくって、先生が筆を取るきっかけになったのも。そうなるね。お疲れ様です。はいはい、あ、今電話は大丈夫ですよ。はいはい、あの先生お通夜のところまでちゃんとお届けしたんで。はいはい、じゃあ失礼します。少々時間かかると思います。いや、とんでもございません。私の方こそついてきてしまってすみません。ゆうすけよ、俺の奥さんの葬式なのに先に泣き崩れやがってよ。親父親じゃないかさ、悪くねえだろ。てよ、あのさ、少しお酒入ってて。あの、ゆうすけさん、おば様のことをすごく気にされてて、本当はたくさん帰ってあげたかったと思うんですけど、私たちが仕事で縛り付けてしまってすいません。そんなことは分かっとんだて。あきちゃんが入院先でむちゃくちゃゆうすけの本配っとったもんでよ。感謝しとる。ありがとな。ありがとう。ありがとう。謝らないでください。いや、本当にすいません。送ってきてくれてありがとうございます。ありがとう。本当にすいません。盛り上げてんじゃねえよ、あゆか。いや、ゆうすけさん可愛くって、会社来るときにいつもチョコクッキー差し入れくれるんですよ。マジか、あいつやるね。ありがたいっす、ほんと。あいつ紅茶派？いや、紅茶？そうですね、ミルクティーとストレートティーも買ってきてくれて、ちゃんと。どういう状況？女の子受けか。ん？お前よ、なんか今の連載ほぼほぼアキコちゃんが持ってらっしゃいやねんか。おめえ。ほら、鮎川さんにギャラもらわなかんね。なあ。鮎川さんに今ゆうちゃんの仕事ぶりを聞いてたの。うん。映画やドラマ化も夢じゃないって。鮎川くん、ありがとう。ありがとな。さあでもみんな、おばさんとこ戻ろう。あ、鮎川くんも。はい。顔見てたって。うん。
頭の中でちょっと話しよう。どうぞどうぞ。おばさん、生きてるみたいな笑顔だっただろ。はい、なんかいい夢見てるみたいな、そんな顔でした。俺、今日おばさんと一緒にここで原稿仕上げちゃうわ。了解っす。車も雪広兄様のお風呂なんですよね。先生、その家族に頭上がんないっすね。ああ、雪広兄だけど、そこのおじさんも本気で叱ってくれたりしたな。父親代わりみたいな。いや、ヤンキー上がりですぐ手足が出るから当時は本気で怖かったよ。それが妹のみえちゃんが生まれた途端、優しく丸くなってさ。いとこに嫉妬すか。あ、そうせ。この渋滞なら寄り道して川でも見に行こうよ。川君、さっきの見た。え、何ですか。まあいいや、行こう。あ、はい。さあ、今週も始まりました。毎週この時間はジャランボランのオールライトニッポン。今日はですね、活動自粛から復活してまいりました、ジャランボランのジャラン北川一人でお送りいたします。イエーイ。相方も一緒に入れたらよかったんですけど、相方はなんと今日ワイハに行ってるみたいで、お土産話来週この時間はたくさん聞かせてくれると思います。さて、今週はですね、私ジャラン北川の、活動自粛から、岐阜で行方不明になったあの事件、まあ、YouTube 見てくれてる方は知ってるかと思うんですけど、でもラジオ切ってくれるか。今週は深掘って。最高でした。まさかのラスト泣いちゃいましたよ。編集長からも上機嫌時に出るグッドの絵文字付きメール来ちゃいましたし、明日は休んでもいいとのことだったんで、帰ったら一杯付き合ってくださいよ先生。祝杯あげましょう。集中できないからちょっと黙って。
代も明日一緒に送るよ。え、マジっすか。楽しみにお待ちしてます。天狗が出てくるやつね。そういえば昔、まゆみさんと3人で天狗の話しましたよね。まゆみさん、喜ぶと思うな。そうだね。そういえば、食卓にあったまゆみさんの大切にしてたサボテン、なくなってましたね。